そして国会の場では、国政の場では、吉良さんともブラック企業の問題などで活躍をされ、応援をしていただきました。今日は、このような素晴らしいゲストをお迎えすることができました。杉並で働く若い仲間がご一緒にトークをすることで、生きること、働くことの苦労などを天宮さんと一緒に話すこととなっております。では、よろしくお願いします。初めて一緒に働いてることもなんかね、こう銀っぽいところ、はい、ということで、はい、今日はこのお二人と一緒に、あ、じゃあ自己紹介、まず天宮かりんです、よろしくお願いします。太陽に住んでいます、久本と言います、よろしくお願いします。同じく高円寺に住んでいる深川と言います、よろしくお願いします。日本共産党の演説会に天宮さんご参加いただきましてありがとうございます。私たちも日本共産党を応援しているので、こういうところに参加していただいてすごく嬉しいですし、心強く思っています。で、まずお話をしたいことは、今の若い世代が置かれている状況の実態というかということについてお話ししたいと思うんですけども、私は4年生の大学に通って、その後正社員として就職してから転職せずにずっと同じ会社で働いていて、今年が12年目になるんですけど、大学の学費のために奨学金は借りたんですけど、就職自体は就職氷河期も終わった後だったので、比較的10社目ぐらいで内定ももらえて、やりたかった仕事にもつけたので、周りを見ると、自分はまあまあ恵まれた方なのかなっていうふうに思うんですけども、それでも30代になって給料も毎月の手取りは20万いかないですし、そうなんですね、仕事上の役割とか責任はどんどん増えていくんですけど、全然給料に反映されなくて、ついこの間毎年の昇給のお知らせみたいなのが届くんですけど、今年は1000円しか上がらなくて、そういう感じで、年金も私の世代だともらえるか分かんないですし、今ニュースでもすごい取り上げられてますけど、2000万円別で年金と別に貯めないといけないって言われて、今のペースだと絶対に貯められなくて、で毎日真面目に働いてるのに、もうなんでこんな状態なんだろうっていうふうに思うんですね。で、その私の仕事は定時に帰れる仕事なので、在宅としてはまだ助かってるんですけど、同じ会社でも部署によって全然働き方が違って、同期で入った子は営業のアシスタント仕事をしていて、そこだと繁忙期は夜の10時とか11時まで残業が毎日続いて、体調崩して退職した子もいますし、こういうのが全然珍しくなくて、自分の兄弟とか友達とか同期とかっていうのが周りでたくさんいて、自分も運悪くその部署に配属されたら同じ目に遭っていたかもしれないし、こういうなんか限界になるまで働かないといけない今の日本の現状っていうのがなんかおかしいんじゃないかなと思うんですね。技術もいろいろ発達して、スマホとか最新家電とかいろいろ出てるのに、なんでこんなに人間が今の時代になっても必死に働かないとギリギリ生きていけないみたいなことになんかすごい疑問に思っていて、でさらに女性だと出産とかして育休産休取ると、その後は時短勤務になっちゃって、それまで積み上げてきたキャリアとかも、止まってしまったりとか、できる仕事も時短なので限られてしまったりとか、でずっと低賃金のままっていう方も多いと思うの でそういう、家賃が払えなくて路上に出ちゃうぐらい貧困ではないけど、貯金毎月の生活ギリギリで
で貯金もあんまりできなくてっていう人たちたくさんいると思うんですけど、雨宮さんも本で格差のこととか貧困のこととか取り上げられてますけど、働き方はじめ今の若い世代の現状についてどう考えてらっしゃるかというのをお聞きしたいなと思っています。勤労12年で、勤労12年で、はい、20万いかないって手取りはいかないと、正社員ですよね。正社員です。だから非正規だったらまだ、まあ、非正規の安すぎるんですけど、非正規の平均年収が今175万円で国税庁の下ですけど、で女性にかけると150万円なんですよね。で日本の銀行ラインで120万くらいだから、年収で30万しか変わらないっていう、本当にそういう人で働いても銀行ラインと全然変わらないっていうのは大問題だっていうことは、まあ、非正規の低賃金っていうのはずっと言われてますけど、結局正社員で都内の話ですよね。都内ですね、職場は。すごいですよね、都内で10万円台って、はい、今人手不足が有効求人倍率すごい高くなってるっていうけれども、そのうちで見るとこの前に調べてみたら10万円台の仕事、月収10万円台の仕事でも6割を占めてるから、結構20万円台、30万円台のスキルが、まあ、になるとガクッと減るんですよね。だから結局今その求人の半分以上が10万円台で、だから10万円台で風に使える激安労働力が欲しいっていうのが、だからよく人手不足じゃなくて奴隷不足だっていうふうに言われますけども、結局その10万円台で再現が働いてくる人が欲しいからということで、入管法の改正があって外国人入れるっていうような、そういうなんか本当にどんどこへの道場みたいなことをやっていて、結構賃金が減れば人なんかたくさん集まるっていう、ね、職種はたくさんあるはずなんですけれども、ね、その賃金を上げるというところには行かないっていうのがすごくおかしいなっていうふうに思いますね。うん、ね、だってなかなかこの前も財務省の前で増税反対のアクションっていうのがあって、やっぱ女性なんかスピーチして、自分は恋人もいるけど結婚も考えてるけど、やっぱり子供も欲しいけど経済的な問題でなかなかそれが難しいって話をしていて、なんか昔はなんかサザエさんとかドラえもんとか見たら一個だけがあって、こう普通に、ね、お父さん働いてて豊かな暮らしで一個だけがあって家族形成をしている、夫婦がいて子供がいるっていうのが、まあ、私もちっちゃい頃からそれが標準の家庭だと、普通の大人だったらそうするんだなと思ってたんですけど、まあ今自分一人暮らしだし、周りを見てもそんな一戸建てのサザエさんなんかどれだけ超富裕層だと思って、世田谷にあんなでかい家で一戸建てを持っているっていう、ものすごく富裕層だったんだというふうに、サザエさんの庶民からものすごい階級が上がったわけですよね、この何十年で。だから、まあ、そんな生活をしている人はほぼほぼいない、結婚してる人も少ない、子供を持つ人も少ない、でもなかなかそれが経済的に理解できないのに世の中が悪いんだろう、最低でも3人よねみたいな地獄みたいなことばっかり言われて、っていうのが、まあ、でその上に2000万食べられてまた地獄みたいなことを言われている今日この頃で、大変ですよね。だから今20代だと貯蓄ゼロなんか 61% で、全世代での貯蓄ゼロ世帯って今 31% なんですね。でもこれ30年前の87年、約30年前の87年、貯蓄ゼロなんて 3% で、今ではもうこの30年で日本がどれほど貧しくなったか、どれほどその格差と貧困が深刻化したかっていう話とか、重大になってるわけですね、貯金がない人が。でこの前も民間のなんか、SMBC なんとかっていうところが30代40代の民間の調査をして、その30代40代の貯蓄ゼロが 23.1% っていうのが結構衝撃を持って受け止められましたけれども、まあ、それはもう私の実感としても、だってロシア系だし、もう全く資産形成も資産形成も家族形成もできないままに40代になったっていう、でそれでずっと申し入れてたのに、つい最近人生再設計第一世代っていう、なんか破壊された人に再設計って言われるみたいな、なんかめちゃくちゃな名前を付けられて、うん、もう天狗だみたいな、何を今更という言い方が広がってます。
雨宮さんは、はい、僕が雨宮さんを知った時ってもうだいぶ昔で、はい、特攻服を着てたんですか。あ、はい、すいません。もっとよくって言うと、すいません。で、そんないろんな立場から活動してきた雨宮さんだからこそ見えることってあるんですけど、今すごくデマ、フェイクニュースというかデマ、それこそもう人を人と思わないような話が、まあ、横行していると思うんですけど、それに対して何か我々でできることとか、どうしたらいいかなっていうちょっと日々悩んでまして、で、今まあそのインターネットが発達したからひどい話って随分見えるようになったんですけど、僕、まあ、インターネットが初めから見てきたところの世代なんですけど、確かに20年前もなんかひどい話はいっぱいあったと思うんですよね。で、それをまあアホが何か言ってるよって放置した結果、今随分ひどい世の中になった、それを後押ししてるようなところはあるのかなと思いまして、で昔そのどうせ将来年金もらえないよなんて話も確かにあったんですよね。でそれがついにもう現実に見えてきたなっていう、でそのそういうデマとかに対して、どんどんそれを放置すると社会に座って壊れちゃって、当たり前に座れる椅子がどん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 減ってって、でまあ先ほどの給料が上がらないんじゃないんですけど自己責任だっていう話がどん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 広まってるこの現状に対して、何かできること、あと今までの雨宮さんだから見えることっていうのが結構あるのかなって思って、それを今日聞いてみたいなと思いまして、フェイクニュース、その、まあ、おかしいことを信じるっていうか、まあ、ネトウユ的なこととかって、はい、ものすごい悪意でやってる人もいれば、本当に社会の政治に関心を持って、今インターネットでいろんなこと検索すると、本人全然悪意なくやってても、一番最初に出てくる情報がネットワーク工場の確かにもう本気でそれが正しいことって信じきってやってる中にはいるみたいな。どこがもともと善意だったりする、はい、この理由なんかおかしいんじゃないかとか、今の社会をどうにかしなければっていう、ある意味の正義感や使命感でいろいろ調べていったら、最初にとても分かりやすい二刀流的な、その歴史修正主義的なものが出てきて、今のこの自分の生きづらさも、この社会のいろんな矛盾も全部このせいだったんだって、すごい回答を与えられたような気になって、まあ、ものすごく状況は複雑な意味なので、そのスカッとした物語にこう惹かれるっていうような、そういうところに行っちゃってる人も多いと思うので、社会が複雑化しすぎて追いついてないっていうのが確かにあるんですね。やっぱ今の日本で生きてるとものすごく剥奪感が多いですよね。いろんなものを奪われた、で、まあね、先ほど話したその私の世代だとも就職も奪われ、家族形成や資産形成の機会も奪われ、まあ、もちろん、ね、そのサザエさん的な一戸建てなんて脳を決めないから無理だとか、なんかこう描いていたものが全部ものすごく遠いものになってしまったっていう、いろんな選択肢も奪われたっていう時に、なぜかその韓国とか中国とかに、ね、これが悪いんだみたいな、なんかその今の状況に対する原因というか回答を嘘でもいいから知りたいみたいな、ちょっと活動したというのも感じるので、逆に私は赤子たちに否定するともっと固くなりになるので、なぜその物語を欲するのかなっていうところから、いろいろなんでそう思うのかとか、なんか聞いていくと意外とその人 の, 全然別の問題、本当に貧困だったり、なかなかこう友達がいないとか、そういうような別の問題が出てくることがあるので、そういう赤子たちに否定するとより固くなりになる。でもそれってものすごく大変ですよ。ローマにも使えますよ。大変です。うん、だから、なんていうの、友達にはできるけど、親友がそうなった場合とかにはできるけど、はい、なかなかその太くて助かる人にはできないんですよね。はい、うん、そうですね。あともう一つ聞いてみたいのは、まあ、そういういろんな立場で今まで活動されてきた雨宮さんに、野党共闘ってどういうふうに見えてるのか、これをちょっと聞いてみたいな。いや、だって野党共闘して、一刻も早く終わらせたい、そうですね、今の政権っていうのが一番の考え、まあ、なので、デマ政権、フェイクニュース政権ですからね。本当にある意味2012年に大臣が始まって、
特定秘密保護法とか共謀罪だとか安保法制だとか、もう本当にいろんな抵抗があって、みんな本当に戦ってきたけれども、ことごとく今の、ね、数の力で成立してしまうというのを見せつけられてきて、ある意味も無力感すら感じてしまうような、この状況はすっごく危ないと思うんですね。だからちゃんと野党共闘をして、本当に政権を変えていくというような、あとやっぱりこの状況になって失われた20年とか30年とありますけど、本当に時間がない自分たちもなっていうのはすごく感じてます。特にもしね、40代になって20代から非正規できて、ずっとやっぱ同じところに引っ越しもできないとか、しがみつけるというのはまだラッキーで、ホームレス化したり生活保護に行ったりだとか、本当になんかすごく、なんだろう、この20年をみすみす失わせて、でそのでしかも人生再設計とか言いながら30万人だけ救いますよっていうような、すごくなんか、嫌な戦慄みたいになりそうなので、そうじゃなくて、みんなこう働く意欲もあるし、もっともっと能力を使いながら、なんだろうな、自分たちのもう本当にみたいな活躍ができる人がたくさんいるのに、なんかその機会すら与えられなかった。でこのまままた続くとなると、もう絶望の上塗りでしかないんですよね。だからやっぱり選挙に行かない人が多いのって問題なのかなと思って、一応僕そのあれこのまんま、それこそさっきのサザエさんの話じゃないですけど、あれこのまんまじゃ僕の知ってる日本がなくなってしまうなと思ったのは、民主党の党首選の時に前原が党首になった時にあれって思ったんですよ。ちょっと恥ずかしい話、その原発の事故の時も2015年も、もうその時は月に200時間ぐらい残業してたんで、もう全く政治に興味を持つっていう時間がなかったんですよね。でまあちょっとその一昨年の9月でしたっけね、選挙だったの、ちょうど入院してて、まあ時間があったんで、その時にあれこの人党首だったらどっちも自民党とこの人の二択ってないよなって思って、であれおかしいぞって思ったのから、いろんなことに興味を広げてみようっていうのが今なんですけども、で、まあ、今の野党共闘ならある程度信頼できるし、これは共産党じゃなくても応援できるところはたくさんあるので、ちょっと頑張って応援しようかなって思うのが今なんですけど。そうですね、本当に本当にね、あとちょっとで、ね、始まるので、はい、すごい楽しみにしています。そうですね、はい、ありがとうございます。最後に、日本共産党と平良よし子さんへの思いというか、激励の言葉を激励いただきたいと思いますが、どうぞ。気持ちよかったです。この前も平良さんとお話しさせていただいて、やっぱすごく彼女が当事者感というか、自分はすごく痛みを知っている、いろんな就職がね、なかなかできなかったということとか、そういうで、本当に等身大の発信をしてくださって、あと、まあ、今日皆さんに配られてますけど、奨学金で、ね、奨学金の問題を追及したりだとか、ドラッグ企業の問題でいろいろ現実を変えていったりだとか、本当に貴重な、ね、遺跡だと思うので、本当にそこは期待して、これからずっと応援していきたいと思ってますので、皆さんと一緒に平良さんとね、なんとか、勝ってもらって、もう頑張り抜いていただいて、共産党にも頑張り抜いていただいて、もう野党共闘率先して、引っ張っていっていただけたら、今のこのちょっと絶望の終わりがついた、ね、安倍政権をなんとか打倒できるのではないかと、そこは本当にみんな願っていることだと思うので、はい、そう思ってます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。